オトコンポ乗りの大橋です。いつもご視聴ありがとうございます。今回もパルホリデーカッサンと修理します。前回までのおさらいです。キャブ側のチョークワイヤーが固着。元コンポ用キャブを流用するため、パルホリデーキャブを切断、ワイヤーを救出しました。今度はハンドル側のチョークワイヤーが動かないというトラブルが判明。今回の動画はハンドルからチョークワイヤーを外すというところからスタートです。ああ、素晴らしい。スライドさせるんか。キュイッと。いつも顔は映してないんですか。あんまり映してないですね。全然構わないですよ。はい、あの映ってはいけないことはないんですが。あ、やっぱでも。まあ変な話、手動チョークにしてしまえばいらんパーツですもんね。まあまあそうですね、最悪それですね。でもエアクリーナーボックスがあるから現実的ではないのか。そうですよね、触りに行けない。触りに行けない、ちょっとあれやな、無理でした。どこにつなぐ、どっから入っていってんのか見えへんねんですよね。これは外、外皮です、ね。うん、外ですね。これがほんま、こっちに抜けそうで、ここから抜けるんですね。出できますもんね。それはいかんから。一体式なんていうのこれで、もしかしたら。ね。そうでしょう、ね。なんかそうですよね。こう、ペコって引っ張れば、もしくは太鼓が下がれば、ポロって取れるイメージですけど。油を入れないという。ですよね。私もこっちからゴニョゴニョしやっておきます。いけました。あ、いけました。おー、すごい。はい、いけました。おー、すごい。さすがはカッサン。ガスペンネをこう、ここから注入しやすくなってる、ね。はい、私もこっちから援護しておきます。あ、行きますね。動いた、動きましたね。来ましたね。やりました。あ、動いてます、動いてます。すげえ。バッチリ。動きました。悪い子じゃなかったってことですね。すごくいい子でしたね。やっぱ直接ラスペに入れたもんよかったですね。あ、ですね。おー、来た。やっぱラスペネ。やりましたね。やりました。ラスペネってすごいな。すごい。はい、見てください。はい、動きました。今のバイクって。こういうところってプラスチックじゃないですか、うん、だから無理やり引っ張った時にプラスチックの方が壊れてめげるじゃないですか、はい、ここ鉄でできてるでしょ。やっぱ当時のバイクの、ね、やっぱりそのね、経費のかけ方がいいっすよね、うん、ここですね。これすごい思い、ちゃんとお金かけてくれてるってことですね。ちゃんと動くようになったチョークワイヤーを取り付けております。ワイヤーは錆がなく非常に良い状態でした。再利用可能のようです。雨水の侵入とかを防いでるんですよ。こんな一手間かけてるってすごい、はい、金属のレバーだからディオ全員ここみんな付着してるんですよ、はいはい、錆びて、このゴムのカバーすごいです、だって錆びてないですもんね。ほらですよね、錆びてなかったです。錆びてない、大橋さんの好意でですね、まあ、いっぱいあるあのキャブのね中から使ってもいいよっていう、ありがとうございます。で、僕ちょっとね、今回このパルホリデーのキャブをバラして、ほんまに元コンポと似てる、同じなんかなっていう部分があって、まあキャブなんでね、別にその何て言うかな、働きさえ抑えればまず何でもいいと思うんですけど、これね、こういうキャブになってるんですよ。ほうほうほう、これ同じですか。でね、はい、これが、ここがね、これメインジェットなんですけど、まあ、スロージェットが、まあ、据え置きってよくあるじゃないですか、はい、古いやつを。メインジェットなんですけど、これね、はい、取れるんですよ。おー。しかも、これ見てください。これね、はい、まあ、これ僕今、やり替えたんですけど、ちょっと待ってね。
これね、パルホリデーのメインジェットのここってネジ切ってないんですよ、要はここにゴムがあることによって、はい、ただ圧入してるだけなんですよ、こうやって。へー。で、僕が出会った時にこのゴムが痩せてて、はい、結局もうそこそこで止まらなかったんですよ、だから僕ここのゴムあるじゃないですか、はい、タイヤのおお、あの、チュー、あるじゃないですか。はい、虫、虫のゴム、虫のゴムパクって、ここにはめた。はめて。でもやっぱタイガソリン製じゃないじゃないですか。とりあえずチェックだけでやったんですよ。ここがやっぱり、その、一瞬かけるのはいいんだけど、はい、ちゃんと乗るってなった時に、ここが僕不安やったんですよ。そうですよね。はい、キャブは綺麗にして、全然機能的なんですけど、それが元コンボと一緒なのか、どうなのかっていうのを知りたかったんですよ。じゃあですね、こんなキャブ使えないんですよ。だからそういう意味では、はい。じゃあですね、ちなみに元コンポのキャブ開けてみます。はい、これ実は同じ埋め込み式。あ、やっぱ一緒なんや。ただですね、これも完全に取れない感じの埋め込み式になってます。あ、先っぽがちょっとすぼまってますね。そうです。だからこれをもう要は取り外しができない感じになってるんですよ。なんか少し違いますよね。え、パルホリデー。あ、中に入ってんのこれも。ええ、入ってしまってるんです。え、取れないの？取れないです。あ、じゃああれや、ええ、スロージェットと同じ考え方ない。そうですね。だからメインもスローも。で、よく、なんでこう、私もたくさんこれ、キャブ持ってるかっていうと、まあ、要はジェットが広がってしまったり、うん、交換ができないっていうんで、清掃がちょっと困難やったりとかね。それでみんな、もう仕方ないので、キャブを買い替えて、買い替えて、買い替えてと。で、私も中古車何台か買ってるうちに、うん、絶対壊れるから。あげるって言って最終4台になった、うん、4機になったっていう、はい、でまあ、この中から使えるのを選んでいただければ、はいはい、まあ動くんじゃなかろうかというふうに思います。はい、はい、あとここですね。あ、これですね。これを使えるっていうのが一つの最大のメリットですね。これはもう使えます。だからこの2点なんですよ。ですね、今回 の、 このコラボの最大のポイント、本当ですね。うわ、スロー通ってないかも。あ、わかんないですけど、逆流してる、あ、本当ですね。ほら、逆流してるでしょ。この方が通ってない。ああ、すごい、キャブマスターの肉だが一番、あ、肉だが一番最高。あ、そう、1個目のキャブのスローが開通しなかったので、2個目のキャブに着手することとなりました。これまた別のジャンクのキャブです。うわ、めっちゃ入る。おー、やっぱ違うんですね。あんま中ギチョギチョやけどね、ギチョギチョやけどめっちゃ入る、はい、ほら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 、本当ですね、全然違うな。あともう一個チェックポイントは、はい、ええ、これここの上いつもちゃんとチェックしてます。ここがちゃんと稼働するかどうか。ほう、見てないです、見てないです。あ、これダメやん。これ今動かない、はい、動かない。あ、動きたか。あ、動いた、ほら。ほう、はい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 、ペコ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 、でこの動きがちゃんとしてるかどうかっていうのを確認。これパッキン取りましょうか。あ、ですね、取りました。2個目のジャンクキャブはパッキンがついておらず、その代わり液体パッキンがベタベタに塗られておりました。液体パッキンを除去し、別のキャブレターについていたパッキンを利用する予定です。ここで大問題が発覚いたします。で、もともと捨てたやつ、ここは合ってるんですよね。
合ってるんですよ。この僕のこれか。はい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 。合ってると思いますよ。大きいですよ。ちゃいます。ピッチが違う。ピッチちゃいますよ。うわー。ダメです。本当や。ピッチが違う。綺麗にした意味がないです。あらここで一度いきさつの整理をします。元コンポ用キャブを流用するためパルホリデーキャブを切断、パルホリデーキャブからワイヤーを取り外しました。取り付ける段になりマリホールドの取り付けピッチが違うことが判明しました。このピンチをどう対処するか話し合いました。元コンポのキャブを加工して取り付けるか、パルホリデーのキャブを使用するか悩んでおります。元コンポのマニホールドに付け替える案も出ましたが、元コンポのマニホールドにはブレーキストッパーが付いていないため断念いたしました。元コンポのキャブを取り付けるにはかなりの加工が必要です。こちらは先ほどグラインダーで削ったパルホリデーのキャブです。こちらを再利用できないか検討に入りました。だから、まあ、こっから上っすよね。これは、プラグのとこはいいとしてね。ここっすよね。ですよね。ただこれ、ここまでは乗り越えてこないですよね。そうですね。でもなんか水とか入るんですかね、ここから。そうでしょう。そうでしょうね。こんな感じですよね。だからここでこう、ね、こうって動いてるだけなんで、一応空気には触れない可能性があると。確かに。まあ、細かく言えばね、間から入るわけっていう話もあるでしょうけど。これでいきましょうか。これでいきましょうか。様子見で。今回はパルホリデーキャブを再利用することに決定いたしました。今回取り付けできなかった元コンポのキャブレターはカッサンに託し、最終的に取り付けていただく予定といたしました。ワイヤー適出のためにぶった切ったパルホリデーのキャブレター再デビューです。空気がなるべく入らぬよう切断面をテープで塞いでおります。キャブレターをマニホールドに取り付けております。ここでまた不思議な出来事が起こっております。キャブレターにスロットルバルブを押し込もうとしますが、なかなか奥に入っていきません。いろいろな角度を試してみても、なかなか入っていかない状況でした。ここで新たなトラブルが発生。なんでやりましょうか。なんかね、前の入らないですよ。見てもらって、はい、残ったらこうなんで、こうですよね。でこっち向きと、なんか入らない。なんか押してるってこと。余計なものがあるってことね。確かにね。スロットルバルブが入らないという新たなトラブルが発覚いたしました。カッサンにも見ていただいておりますが、原因がわかりません。別の元コンポキャブレターにスロットルバルブを挿したところ、問題なく刺さりました。原因がわからないので、キャブレターを一度外すことといたしました。原因が判明いたしました。スロットルバルブ内にグラインダーによる傷が入っておりました。この傷をマイナスドライバーで削ってみることといたしました。削ってははめて、はめては削る、この動作を繰り返しました。なん
か引っかかりますね。へー。ありますから。お、入った。入りました。やったー。入りましたよ。いや、入りました。さすがキャブマスター。いや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 。いや、入りました。やったー。で、これで、まあ、動きがね、ちゃんと。できまあそうですよね、動けば動けば全然。あとここもほらやってるから締まりが、ね、難しいというか、はいはいはい、締まんのかなって感じ。あ、いけたいけたいけました。やったー。よかった。あ、いけましたね。これでアクセルが、あ、全然いきます。はいはい、あ、よかった。全く問題ないです。よかった。今回の動画は一旦この辺りで締めさせていただきます。キャブレター問題まとめです。チョークワイヤー救出は成功。チョークバルブボディは元コンポ用を流用できた。元コンポ用キャブ流用は取り付けピッチが違うため今回は見送りです。ただマニホールドの加工で取り付けできそうですので元コンポ用キャブをカッサンに託すこととなりました。次回はフロントブレーキシュー交換に大苦戦です。このパルホリデーの行く末を見たい方は次回をお楽しみに。ではまた。もう腹立つなぁ。あ、じゃあだから、あのね、はい、ここを持っとってほしいんですよ。動くんで、そこを、ね、持っといてください。これ前に目ほんならこっちそこ止まるんで、はい、どうすんねん。あがんも、ではまた。